にちは、まあです。キラキラ綺麗なお正月飾りを作っていきます。材料はこんな感じです。レジンがない場合こんな方法でも作れるかなって思ったことがあったので後からお話ししますので、よかったら最後まで聞いてください。ウッドチップの梅柄のパーツを準備しました。こちらはセリアで購入したものです。中開けてみます。こんな感じでいろいろな梅が入っていました。今回レジンを使って作っていくので、このようなジェルマットを準備しています。ジェルマットの上に内側くり抜かれているタイプの梅の花をグッと置きます。ギュッと押してないと横から液が漏れちゃうので、ギュッと押しておくことがポイントです。こちらにレジン液を入れていくのですが、今回は薄くピンク色をつけたいと思いますので、こちらの着色剤を入れてからレジン液を入れています。そしてしっかりと混ぜて梅のお花に入れていきます。今一色で作っているんですが、色を何色か準備して混ぜてみたりすると色彩感覚にもつながって良いかと思います。私は今回着色剤の量を多くしたり少なくしたりして、色を薄くしたり濃くしたりするっていうのを子どもたちと楽しんでみました。ここでレジン液の代わりになりそうなものをご紹介したいと思います。梅の中のレジン液は水のりやグリッターのりでも代用できるかなと思います。100円均一にカラフルなグリッターのりがあるので、それを入れると可愛いかなと思います。そして接着用のレジン液は枠がプラスチックなので、プラスチック用ボンドをご準備ください。そして今赤い方の梅の花は濃いピンク色のレジン液を入れています。しっかりくっついてないとこんな感じでずれちゃったり、枠の横からはみ出してきちゃったりするので注意が必要です。ただこぼれてもティッシュでこんな感じで簡単に拭くことができます。全体に液が入ったらライトで固めます。こんな感じでたくさん作りました。続いては枠にくっつけていくのですが、透明ハンドルを使います。まずはジェルマットに透明ハンドルをギュッとくっつけます。どこにくっつけようかなって考えながら、パズルみたいにこの縁に梅の花をくっつけていくんですが、レジン液でくっつけると簡単です。先ほどプラスチック用のボンドで代用できますと言ったんですが、レジン液だとライトを当てるとすぐに乾くので、待ち時間がなくて簡単かなと思います。入れたい場所が決まったらレジン液を垂らして固めます。ジェルマットから剥がすとしっかりくっついてました。こんな感じです。2つだけでもなんか可愛いですよね。でも欲張っていっぱいつけちゃいました。子どもたちが一生懸命作ってくれた作品を飾ることで自己肯定感アップにつながるといいなと思っています。こんな感じで出来上がりです。あとは紐をつけます。可愛いお正月飾りの出来上がりです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。